も絶対諦めないから、最後の最後まで戦って、ノリさんのとこにチャンピオンベルト巻いていくからね。待っててね。 I love you so much bro. I fucking miss you man. 今まで自分ほんとちっちゃい頃から山本美優の息子、山本キッドの甥っ子として育て上げられた分、プレッシャーがすごくあったんですけど、今になってはそうだよなって、もちろんそうだよな、こんな家族に生まれたんだから、ちゃんとみんなの期待を裏切らないように、自分ができるところまで、体が動かない時まで、この山本一家っていう名前を綺麗に大事にもっとでかくしていきたいなっていうのがあるんで、そこがもうルーツなのかもしれないですね。自分の力のルーツっていうか、子供ができたんで、もう情けないところは見せないし、見せないつもりだし、多分バッチバチで勝ちに行くんで。